の、薬害、あれですか？なしですか？なしですか？なしでやりますね。なしでやります。了解です。ありがとうございます。はい、じゃあ始めますね。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、霊能者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、9番のプレイヤーが発言します。はい、トップバッターってことでね、私はね、今回トップバッターなので、こういうことを言います。はい、ムラスラ絶対ツルマンなんでね、もうね、ムラスラしないでください、私のために。もしここの場面でバーってムラスラが落ちたら、もう精査が追いつかない。ってことはですよ、役すらも、精査が追いつかないっていうことだけ言いますね。はい。私はね、考察結構伸びるんで、そのね、そういう盤面を濁らす場合はもう知らないんです。はい。それだけ言っときますね。だからね、もし2-2盤面出ることとかもあるけどね、1周目から出てきたらね、霊能も精査しますし、占いも精査します。はい。あとはね、黒理由、白理由っていうのをね、ちゃんと拾って精査していきたいと思うんでね。まあ私が心の場所なんでね、ちょっと、まあ、釣り位置上げるかどうかわかりませんが、情報は更新していくんでね、よろしくお願いしますということだけ言っておきますね。はい。ムラスラ絶対ツルマンってことだけ覚えておいてください。1番のプレイヤーが発言します。はい。おはようございます。村陣営です。9番さんは、ムラスラ絶対ツルマンで、役すらもしないでくださいっていう感じ。まあ正直、白か黒かって言ったら、まあ色落ちは全然しないんだけど、なんだろう、2周目で釣り位置上げれるかわかんないとか、まあちょっと村なら頼りないのかなっていうふうに思っちゃいました。まあ1周目、みんなの発言聞けるわけだから、2周目では、まあ頑張って釣り位置上げるのは村ならしてほしいかなと思います。じゃないともう9番さんの色も考察ってやっぱりできないんで、村なら、まあ、頑張って、釣り位置、その時の釣り位置でいいんで、もう変わっても全然いいと思うんで言った方がいいのかなっていうふうに思います。私もまあ2番目なんですけど、皆さんの発言聞いて2周目、釣り位置を上げていこうかなっていうふうに思います。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。まあ1番さん、9番さんの話を聞いても、あまり色落ちはしませんね。まあでもただ、内容的にはなんか、9番さんはちょっとなんかあまり印象良くないですね。なんか、私は絶対ムラスラツルマンですと。そんなに何回も念押ししなくてもいいのかなと思ったんですよ。1番さんに関しては、まあ2周目頑張ります。まあ、って感じでしたね。はい。占い師に関してなんですけど、そうだな。まあ、例えば対抗が出てきたとしたら、その対抗の相方がどこなのかっていう精査が結構大事になってくるかなと思ってますね。で、あとは、まあ、霊能に関しては、1周目から出てきても、まあ、いいと思います。はい。なんで私は、非占いと非霊能は使ってます。から、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。ムラスラツルマン2号です。はい。9と3がムラスラツルって言ってる以上、ムラスラはしないでください。俺はちなみにムラスラしたら考察もしません。人外やったら、村やったら、そういう考察するのもめんどくさいんで、釣ります。役が何が一角しようと知らないです。あなたが村かどうかは俺は判断できないんで釣ります。なのでやらないでください。まあ、だからといって9が、まあ、絶対人外じゃないとは言わないですけど、ぐらいかな。
9と1に関しては2周目でしかないと思っている。2番3、まあ、黒いとは言わんけど、比例のつかしちゃうんだとは思っちゃったかな、ぐらい。はい。9と1に関しては2周目。2番さんは比例の透かしたのが、うんと思っただけ。黒糸までは言えないかな。はい。あと、紫は絶対に過ぎます。なので、やらないでください。4番のプレイヤーが発言します。いや、それは紫を釣るなんて当たり前の話だ。そもそも村人が嘘ついてんなら、そんなやつ釣っちまうし、まあ9番も3番も俺もそうだけど、まあ紫に親を殺されたかね、まあ紫したやつをなんか、狼が紫しないでしょってことない。あっても狂人でしょみたいな精査を残念な村がして、狼が残って負けるなんてそんな往々にしてある話だから。紫を釣るなんか当然の話ね。紫したやつは村とは俺も見ないから。こんだけ言ってもやるんだったらもう問題も移りますね。で、3番に言っとくと2番は比例のだけじゃなくて、非占いも透かしてますね。そしてなぜか含みのある言い方で、まあ、騎士はあるんですけどね、みたいな感じなんで、2番っていうのは釣られそうになったら騎士使用する人外もしくは騎士なのかな。とてもスムラの動きには俺は思えなかったですけど、3番それを黒要素ではないと言ってますね。俺はめちゃめちゃ2番は黒要素だと思いましたよ。騎士の含みを残すことによって釣られそうになっても騎士回避ができる。それ以外の何があります？まあ、2番が騎士の可能性ももちろんありますが、騎士は人狼どっちかかなと思ってますね。狂人目っていうよりは人狼目が高いと思いまして、2番さん。まあ、それをおかしくないって言って3番も大概でしたね。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師、2番さん白です。2番さん白、把握お願いします。霊能に関してはもう本当ね、潜伏で3日、2日目とかやめてほしい。1日目で出て。うん、もう例の潜伏だけはやめてね、ずっと潜伏してるとか、基地は盤面によって、出る、出ない、任せます。はい。うん。で、そうだね。まあ、4番さんの指摘っていうのは、まあ、俺の素人知ってるんだけど、うん。まあ、まっとうな指摘だったかなとは思ってる。うん。なんか、村で苦労を探そうという、いうふうな、意識っていうのは感じるかな。うん。まあ、一周目はこんなもんでしょうか。6番のプレイヤーが発言します。うん。うん、なんだろう。うん。5番さんの発言が、今の発言がね、非常に柔らかく感じました。僕はね。うん。なんか、居心地が良かったっていうか、うん。そういう感じです。はっきり言います。はっきり言いますね。サンキューローローじゃないのかな、これ。うん。っていうか、もうそもそも9番がね、スムラうんぬんとか言ってる時点で、もうそもそもおかしいから。スムラ？うん？ムラスラか。ムラスラね。うん。するなんて、もうそもそもこの時代いませんよ。うん。そこをうんぬんかんぬん言ってる3番さんもそこに便乗してうんぬんかんぬん言ってる3球、うん、完全にもう8球残してでも、うん、3と9番さん人外じゃないのかなって僕は弾いてます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。うん、そうですね。霊能ばっかり言ってるみたいですけど、決め打てばいいでしょ。偽釣ればいいでしょ。金残せばいいでしょ。それだけ。でもね、どうせロラするっていう人たちが多いんだけど、ロラする人って時間の使い方がものすごい下手なんだよね。占い師とグレー精査をしないとね、他の人がね、あなたの村ってわかんないよ。どうせロラするのに霊能精査に時間かける人って何考えてんだろうっていつも思ってるんだけどね。頭の中で考えればいいじゃん。うん。決め打ちする人ぐらいだよ、もう。長々言ってもいいのは。うん。どうせロラするんだったら頭の中で考えて、発言短めに大事なのは占い精査とグレー精査をしないとね、わかんないんですよ。他の人は。村か、狼か、あなたの。うん。わかる人もいるけどね。うん。わかんない人がほとんどだから。それが普通だから。うん。だから占いとグレー精査に時間をかけるべき。決め打つのが本当は例の精査の正しい、やがい。8番のプレイヤーが発言します。はい。8占い、6四郎です。そうですね。うん。まあ、まず、3番さん結構強い発言で、
ムラスラツルっていうところまではよくあるんですけど、考察もせずにする。なんか、ちょっと目立ちすぎるんで、僕はもうマックス教授かなと思って、まあその次に4番さんも結構目立つ発言だったんで、197からグレー精査したいかなと思ってます。そうだな。7番さんって結構その位置で、特に、進行論みたいな話だったんで、ちょっと若干7番さんがあんまり黒塗りしたくないのかなっていう意思はちょっと感じましたね。まあ2周目またちょっと考察伸ばしたいと思います。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。7が例のね。他いないね、じゃあ例の一角ってことで、あ、いいとこから出たかなと思って、7番さんがもうふわふわしてたし、4期っすね。はい。4番さんがね、かなり良かったと思ってて、で、6番さんがめちゃくちゃ気になって、9さん絶対人外って言ったときに、6番さんってまず5番さんが、なんか落ち着いててふわふわいいって言ってすり寄って、最後になんか8、9が道路コロって8を精査入れてたんだよね、この人。だからなんかめちゃくちゃ6、8道路見えるんだけど。どうかな。あとはね、1番さんの殴りはちょっと不当で、まあ1番手で釣り位置上げられなかったらダメみたいなこと言うけど、じゃああなたちゃんと釣り位置上げてくださいねということで、私はじゃあ1番さん釣り位置上げようかなって思っちゃうよね、そんな。だから1番手ってやっぱ見えないから、ただ俺は2周目の意見聞いて投票は変わるかもしれないってことだけ言うね。釣り位置上げろっていう言葉については1、とりあえずグレーではね、言っとくけど、俺はちょっと6番さんがめちゃくちゃ気になってるんですよね。6の発言で、8って発言まだしてないのになんか、8、9決めて9、3が人外だみたいなわけわかんないこと言ってたんで、6、8すごい見えてますから、俺からしたら 6が一番行きたいかなって思うけど、まあグレー3番さんっていうのは、まあ全く印象がないというか、ただムラスラ・トゥルマンって言った俺と一緒だったんで、まあ色落ちが一切ないんでね。はい。それだったら1番さんが俺の叩きが不当かなと思うんで、1と3だったら1行きたい。1と6だったら若干6の方が行きたいって思ってる。けど、この形を釣り寄すと、ブーブー言われるから分からんけど、それはもう役に従います。形のも言っていいなら6、次1、以上です。1番のプレイヤーが発言します。まあ確かに9番さんにまず最初に言いたいのは、殴りっていうよりかは、まあ、村ならもうちょっと頑張ってもいいんじゃないかなっていうだけの話です。怪しいとかそういう意味じゃないんで。まあ、占い師に関して、最初はちょっと5番さんが印象悪いかなって私は思ってたんですよ。まあ2番さん白見えてる状況で、私は4番さんの2番さんへの殴りっていうのは、なんかちょっと不当かなっていうふうに私は感じてたんですけど、2番さんが村で騎士を匂わせることもあると思うし、騎士か人狼とは思わなかったから、まあ、4番さんが騎士か人狼なんじゃないかなっていうふうには確かに感じてて、まあ、騎士で今確定してるからいいなと思ったので、そこでちょっと5番さんの印象が悪いかなっていうふうに思ったんですね。2番さんが白ならやっぱり4番さんの黒を追うべきな、じゃないかなって思ったんですが、ただ、4番さんが今白確定になってるんで、そうなったら5番さんって、まあ、4番さんのことを殴らなかったなったら、殴らなかったっていうのが、まあ、印象良くなったのかなっていうふうに、今ちょっと本当ブレブレで変わっちゃったなっていうところです。で、まあ、9番さんの意見には割と同意で、グレーっていうか、まあ、役職以外の中では、6番さんの発言が、まあ、一番怪しいかなっていうのはありました。9さんが、堂々っていうのも、理由も納得できないし、まあ、7、8聞く前からもう言うみたいな感じが、なんかすごい保険かけてる。なんか、7、8聞く前に言うのおかしいっていうの、叩かれるのをなんか防いでるようにちょっと感じたかなと思います。なんで、まあ、片城以外だったら今、消去法で参加。2番のプレイヤーが発言します。すいません、ちょっと接続切れた後、画面をね、なんか、ちょっとずらしてしまったせいで、役職の使用結果とかも全部把握できてないんですよ。確か7番さんが、占いで、5番さんも占いだったかなって思ってるんですけど、他に使用あります？あ、まあ、じゃ考察できないんで、はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。まあ、今の発言なら片白やけど2つってもいいぐらいに思っていますけど、まあ、7番の発言が残ってるんで、残ってるんで、7番が2つ自体っていうなら2でもいいかなと思ってますけど、はい。まあ、グレーから行くんなら、
通常なら1の方かなとは思うけど、今回に限っては9でいいかなと思っています。6番さんが8、9、8いて、うんたらこうたらって、それあなた、8番狂人、6、9狼で、8、9人が透けてるから、思わずポロッと出ちゃったんじゃないのって、俺、疑ってますけど。なので、俺は現状9つって色を見たいなと思っている。6番って3、9狼だと思う。ということは、占いに狂人が出てるとでも思ってるんですか、6番さんって。正直、6があんまり村に見えない。そして8、9を弾いてとか、わけわからんことを言ってて、8、9人が透けてるんじゃないのと思ってるんで、今日は9行きたいと思っている。あと、一つだけ確認させてもらっていいですかね。俺、4と7確定させたいんで、これも言っておきます。2日目に出てくる霊能と騎士、俺、一切信用しないですよ。一切信用しないです。考察もしないです。はい。それでなんとかなるならやってください。はい、騎士。そうね、騎士か。じゃあ、9釣るかな、俺。まあ、クロス越えか。まあ、7番さんがクロス越えしたいって言うんであれば、怪しいと、偽だと思う方の占い行きます。クロス越えするなら7番さんが指定してください。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。ああ、俺は騎士じゃないから大丈夫だよ。2番で騎士確定だね。ああ、これはまあ、ムラスラって受け取る人もいるかもしれないけど、あの時点で21で7番に近くした盤面だから、早く騎士出ろよと思ったら、騎士を炙り出してるから、2番が出るのが遅すぎるんだよ。何確認してるんだよ。俺、騎士使用してるからね。聞いてなかったんだったら、まあ、しょうがないかもしれんけど、早く出なさいよって意味じゃないと、9番、1番の考察が伸びないから。だから騎士を出してくれって言うの。これは村人として当たり前の仕事だから。2番がさっさと出ないから、俺が炙り出したってあえて言っておくね。2番が出るのが遅すぎ。まあ俺も当然グレーなんで、まあそれでムラスラだっていうんだったらもうしょうがないよ。もうグレー詰める盤面なんだから、片白のもクロス飛んでくるんだから、片白にいても霊能で一角してるんだから出なきゃダメなんだよね。まあ2番はだから騎士か人外っていう目線、俺間違ってなかったでしょ。2番はあれ騎士ありますよって言って、だったらもう出てるのと一緒だからあんまり意味がなかったね。まあその中で一番どこが黒いかって、まあめちゃめちゃ難しくなったけど、9-1の精査ができなくなってるから2番のせいで。まあ6番のこの3級ロロって雑すぎるでしょ、いくらなんでも。そんなの。5番のプレイヤーが発言します。まあ6は明日占えばはっきり分かるわけだから、俺が生きてれば、4をどうするかなんだけど、13っていうのは絶対鶴マンだからね。その中で4が出たと、それをどうするか。当然13は4に投票を入れるんだけど、俺目線っていうのはそんなリスキーな真似人狼でするかなっていうのが、表考察、裏考察いろいろあるんだけど、あれだけ言われてる中でだよ。騎士だって出てすらしてだよ。釣られるの分かってるでしょ。でも村のためには21って211にすべきなんだって。そういう風なのはすごい村感情を感じた。まあ残念ながら2に俺白刺さってて、そこは騎士だったっていうのが残念だけど、もう4は俺弾いちゃったかな。まあ13は4に入れるだろうけど、でそうなると139になるんだけど、俺は1に入れたいかなと思ってるけどね。9への最初から1周目かの厚書きっていうのもむちゃくちゃだったし、9の言い分っていうのもわかるよ。あんなのもう、釣り位置なんて2周目のトップバッターで上げろって言われたって難しいしね。黒位置もしくは整理位置という意味で9上げるかな。あ、9じゃない。ごめん。1。6番のプレイヤーが発言します。4番さん。あなたが、ムラサラ、ムラサラするんだったら、まず、2番さんに心から、ありがとうと、言うべきじゃないのかな。あなたがムラだったらね。だって、あなたのケツ持ってくれてるのよ、2番さんだからね。結局、盤面汚してる、あなたがスムラだとするならばな。ね、4番さん、あなた完全に盤面濁してるだけなんで、まずは2番さんに心からありがとうと、感謝の気持ちを述べなさい。述べなさい。おかしいでしょ。っていうところで、4番さん狂人だと僕は睨んでます。
もうそれすらできない。で、僕を、うん、なんか黒いとか、うん、なんか意味わかんないムーブ取り始めたから。で、うん、今回、安定で4番でもいいんじゃない、おそらく白出るけど、うん、4番強靭。で、まあ、相変わらず9番。うん、まあ、黒だと僕は個人的に思ってるかな。で、ラストウルフがどこだかわかんないんだよな。まあ、5番だと思ってるんだがな。8も5も。だから、なんか、不安で思うんだったら、僕目線ね、4番さん強靭。だったら、僕、クロス占いしてください。7番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ、4番いきましょう。4番はね、2番の騎士に迷惑をかけたんだから、謝りましょうね。どうしましょう、遺言で。いずれしてください。はい。2番の騎士は、まあ、最悪俺守らないで占い、守りも視野に入れていいですよ。うん。4番を釣りましょう。うん。うん。自分勝手になプレイをしてる人はいらないんで、このゲームに。はい。自分、自己中心的なプレイヤーは釣りましょう。村でもいりませんので、はい。いや、村だったらね、村メンバーと2番に謝りましょう。あなたは2番の立場に立ってたら、謝る立場ですよ。自分の行動が正しいなんて言ってるんだったら、いや、もういいです、4番釣りで。2番の騎士に迷惑をかけたんですから、遺言で必ず謝りましょう。じゃないと、ただのあなたはリア教で、イコール嵐ですよ。はい。あなたが村を主張するなら。うん。じゃなかったらね、巨人か狼使用してください。じゃなかったらね、あなたね、謝れないんだったらね、村でこれやってるんだったらリア教なんでみんなで通報しましょう。4番の遺言を聞きましょう。心からの謝罪があるかどうか。なかったら、実質村でやってるってことだったらリア教なんだから2番、うん、俺で4番通報するから。うん。リア教なんでしょ？心からの謝罪がないんだったら、リア教だよね。ってことは、俺通報してもいいよね。4番。うん。2番のために4番通報しとくからね。4番は心からの謝罪がなければね。村メンバーに対してね。もう二度とやめましょうね。こんな行動は。うん。騎士を出させても何のメリットもありません。今日4釣り一択です。はい。4番がね、村に対する謝罪、2番に対する謝罪がないんだったら、リア教プレイなんですよね、これね。うん、8番のプレイヤーが発言します。はい。まあそうですね。今日は4番で僕もいいと思います。まあ僕はちょっと強靭だと思うんですけど、強靭でも人外陣営として、釣ります。はい。まあ結構目立つ発言だったんで、まあ強靭だと思うんですけどね。まあ5番さんがね、4番さんをね、すごい釣りをしてたら、またちょっと考えたんですけど、5番さん、4番さん下げたんで、まあ対抗が避けているとなると、どうしてもやっぱ釣りたくなりますね。そうですね。まあちょっと、もう一日かけて、ちょっと占わさせてください、あとは。僕はちょっと1級どっちか怪しいかなってちょっと思ってますね。3番さんはね、石目も言ったように強い発言だったんで。まあ一応クロス、どうしようかな。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。君は住村を知らず知らずのうちに釣り殺してしまったり、白結果を見て初めて犯した罪を知る。戻れないよ、釣る前には狼が見えたとしても役職が残念じゃ、この村は勝てないよ。
村のためには何ができるの。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜追放された者は人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。いきなり多いか。はい、一四郎です。そう。5号へ。ってことは5が巨人ってことになるんですかね。ってなると、僕目線だと3級ですかね。3級が、怪しいってことになりますね。そうだね。3級で確定ですね。僕目線だと。だから僕から釣ってもらっても大丈夫です。3級釣ってもらえれば勝てるので。5強人です。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。これは8偽でしょうね。6が黒だった8、6あると思ったけど、5がもし人外だったら絶対6に黒打つと思うんだよね。この6を白角にするってことは、まあ、ガチで5神が起こって、まあ、8の相方が1か3。で、1に白打ってることから、8、1が濃厚なのかな。ただ、3番さんの昨日の発言も若干違和感があって、なんだっけな、3って、なんて言ったっけな、なんか言ってたんだよ。あら、忘れちゃった。なんか違和感があったんですよ。忘れちゃったな。後で思い出したらちょっと次言うけど、まあ今日は8でいいと思ってますね。はい。なんだっけ忘れちゃった、マジで。いや、忘れた。なんつったっけさ。やべえ、忘れた。なんか違和感あったの。拾ったのにな。忘れた。1番のプレイヤーが発言します。9番さん、めちゃめちゃ怪しいですね。普通に私は昨日、5番さんのシーンがないかなって思っても、5番さんに投票しました。4番さんは、強人だと思ってるんですよ。5番さんが4番を弾く理由がマジで意味がわからなくて。だって2番から騎士が出てきて4番、4番が勝てないでしょ。片白の2番から騎士出てきて。それでスライドした陣外っていうのも追わずに、4を白置きするっていうのが占い師だったら私はありえないなって思って5番さんを見せてみて、8番さんを信で見てるので、6番さんは白だと思ってたんです。で、3級どっちかなと思ってたんですけど、今のも9番さんの発言で、9番さんが怪しいかなっていうふうに思いました。5番さんの地紙が一番あるかなって思ってます。5番カム。5番の白は2番。別に5番って8番照らせる紙なんじゃないのってぐらいにしか思えないぐらい、なんか5番が真にマジで見えなかったですね。8番が真に見えてるし、9番が今日8行くって言ったのも私にはわからないし、4番強人で見てます。普通に勝てないと思って スライドした強人で見てます。2番のプレイヤーが発言します。はい。5番さんを守りました。この地紙なんて一番ありえないんです。5が人狼である場合、地紙した場合って何のメリットもないし。で、5が強人である場合はあるけど、5が強人だった場合って6に白を出すと、はっきり言って利的行為だから、それも追いづらいから、8番の神明が限りなくないっていう状況だと思ってます。で、4番さんに関しては別に俺を怒ってるとかそういう感じはないですね。なんか、よくなんか2番が怒ってるって、なんか俺が怒ってるみたいに言ってる人いるけど、やめてほしいんだけど。
ただ4番さんってそのあっさり引き下がったところは人道目はないと思ったんですよ。一回騎士 C をしてスライドするって絶対釣られるじゃないですか。でも役目を果たした強靭か、もしくはまあ村人でそれやっちゃった、うん、最後の歌も面白かったですけど、どっちかだと思ってますよ。だからもう、うん、4番強靭で落ちてるって思うんだったら今日ってグレーも詰めれるし8も詰めれるっていう状況ではあります。でも今日って最終位置が7番さんなんで、僕の票を7番さんに預けますよ。うん、今日ね、グレー攻めてもいいと思ってます。3番さんに関してはね、なぜ2周目のあの段階で、後から出てきてくる騎士と霊能を信じませんよっていう発言を残したのかが引っかかってますね。なんで俺が潜伏してるの分かったんですか？本当にそれ謎ですよ。霊能も後から出てくるって、もう2周目始まってて7番さんが使用してる状況で霊能が潜伏するなんてあり得るんですか？なんで後から出てくる霊能と騎士って言ったんですか？そこの説明してほしいですね。で、9番さんは、なんか、安直すぎるとか、1番さんに白かぶせてるから8、ちょっと安直。3番のプレイヤーが発言します。はい。4が新騎士、アーマーしてると思っている、アホな新騎士がいるし、どっかの村の、あの宗教を信じてる潜伏は、霊能は潜伏が強いと思っている人もいるんで、7と4は絶対に確定させとかないと、もう鬱陶しいんで確定させただけです。はい。実際いましたしね。まあ、8行こうかなと思っている。ただ、真面目な考察をすると、今と4リヤキヤキョウで7か2が乗っ取ってるんじゃないかなとは思ってますが、それだとゲームとして成立しないんで、それは排除します。まあ、8行きます。まあ、5の字紙はないかなと思っている。あ、じゃあ5か？どっちや？5護衛でしょ。8いきます。はい。5死んでいきます。ラストルフィーチは、9じゃないのって思ってますけど。4に入れてるところに俺はいると思ってるんで、3、9、7、6、8でしょ。うん。まあ、大体オカミって、みんなが入れるところに必然的に入れると思ってるんで、8番も入れてるんでしょ。はい。ラストルフは9かな。まあ、強靭は6あたりじゃないの。なんやろ。占ってほしいとか、どうとかこうとかって、強靭しか見えないけど、6番は。はい。かな。8いきます。5番のプレイヤーが発言します。俺は1の陣が硬いなと思ってるんだけどな。占い師行くか、普通占い投票する死に票にしかならないし、一の脳みそを見てみたい。例えば俺が釣られたとするよ。一番三目線俺が黒っぽいんでしょ。みんなが入れると思ってんでしょ。選挙だから、選挙で、俺を釣れると、一番三目線。いや、俺を釣って、俺白結果出るんだけど、真なんだから、何の情報も落ちないんだけど、じゃあその後、一番さんは八を真って妄想、決め打ってると、じゃあ騎士さんはどうすんの？霊能守るの？占い守るの？っていう選択になるんだけど、一日目はグレーなんじゃないか。どう考えてもなんか頭の中覗いてみたいな。じゃあ八真結果、でしょ？うん。はい。6の白結果しか残ってない。それ以外で、情報何も落ちなくなるぞ。まあ、8行って。うん。1占うわ。6番のプレイヤーが発言します。うん。さんまさんにアンサーするわ。僕、隠し色なんですが。うん。わざわざ僕を詰める？うん。時間がもったいない。うん。何やってんの、トマスさん。あなたが村だったらね。うん。まずは8番さんから行こう。何やってんの？ 3 と9で、これ迷ったな、これ。今の発言で。1番さんなんて、もう絶対にありえないし。
3番の今の発言がどうかなと思った。僕の言ってることわかるかな？理解できてますかね？だが僕は9番さん、8時点で9番さんだと僕は若干思ってる。これ間違えたら本当に村の皆さんごめんなさい、ただ今の3番さんがおかしすぎるから。だって鼻さらしいでしょ、把握漏れも隠しろに関わらず僕がね、何俺がうんぬんとか言ってるし、ひどいえぐいね、把握漏れしてんじゃないかなって、正直思いましたね。以上で7番のプレイヤーが発言します。まあ8言ったらいいじゃないですか。まあ、2番5番も思ったら神なしとか、まあ、あんまり追い抜く。で3球でさ、したらいいじゃないですか。2番が3球って言って、それでいいんじゃないですか。まあ今日8に行くしかないんじゃないですか。んで、まあ色見ればいいんじゃないですか。8が白だったら5、8、強靭なんだ。ああ、9、1、3の中に2色いるんだっていうのが見えてくるんで。そしたら9番、3番に殴り合わせればいいんじゃない。それでいいんじゃない。2番がそう言ってんなら。それでいいんじゃない。8に行くしかないんじゃない。8番の色見たら。8がローなのか、白なのか。白だったら真の可能性があるんだから、1白も信憑性が出てくるわけだから。意味あるでしょ。8釣りの方が。3キロだったらただのギャンブルだからね。4番やらかした村だったらほんと、めまいするけど。8でいいんじゃない、しゃあないでしょ。全プレイヤー。その疑いには、どんな根拠があるのか。若者よ。そうか、簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番8番の遺言を発表してください。はい、そうですね、僕目線だと、まあ、3球ローローってことになるんですよね、ご強靭で。まず占い紙に行ったっていうの異常ですよね。これってやっぱ心境しかないじゃないですか。皆さん目線どっちが真か強か分かんないとしても、真か偽か分かんないとしても、これでどっちかがローで言ったらおかしいですよね。そこを分かっていただきたいです。で、まあもう僕目線だと3級しかないんですよね、5強靭で置くと。だから僕は招集一番最初に、僕から釣ってもらっても大丈夫だって。5が偽だとしても3級ローローが見えてるので、僕としては3級どっちから行ってもらってもいいけど、必ず釣り切ってください。それが村が勝てるので。5はもう、地紙とかしてたら分かんないですけど、まあ、この紙方って初日に占い紙って、ほんと珍しいんで、まあ、僕は5番強靭だと思ってます。結構ある、ね、まあ、狼はね、強靭が出てるって分かるので。いいじゃない。もう3球釣り切って。でいいんじゃない。終わり。まあ、地紙の線は僕は追いません。はい。まあ、3球ローローで。ね、まあ、僕目線は確定してるんですけど、皆さん目線も、でも8強靭だったら、8強靭だとしても、3球釣り切りゃいいじゃん。まあ、3球どっちから行っても、まあ、釣り切ってくれれば勝ちです。以上です。5強靭です。はい。釣らないでください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜追放された者は人狼でした。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。まあ、ぐだぐだ言ってるんですが、
申し訳ない。9番さんで終わると思います。うん、1日目からずっと言ってますよね、僕。9番さんで終わると思います。うん、なんか物申すのであれば、全然、バチカイ受け止めるぜ。9番さんラストウルフ。これしかない。だから僕は9番さん投票いたします。以上です。7番のプレイヤーが発言します。うん、どうでした？ああ、ということで9でいいんじゃないですか。ああ、9いって3で。うん、いいんじゃないですか。うん、まあ1郎だったらいいんじゃないですか。うん。5番投票して5番を陣外だと思ってるのに5番噛む。ようわかんねえ。まあ、1、8列上がってるから8番主導で噛んだとも取れるけど、いいんじゃないですか ?9、3。取らって。うん。1陣外だったら負けってことでいいんじゃないですか。うん。9、3。取らって。うん。それでいいでしょ。うん。それでいいんじゃないですか。まあ、いいんじゃないですか。うん。9、3で。うん。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、俺目線でね、4が強靭で落ちてるって言うんだったらね、9、3となってもいいんですが、昨日の3番の発言をちゃんと聞いてくださいね。昨日は3番さんは、9がローで6が強で追ってるんですよ。1の陣が追ってない状態ね。1番さんって8番さんってローで9、1怪しいっつって1白出してるんですよ。で、5神ですよ。わかります ?8、1ローロって結構濃厚だけど、1って、強靭ムーブして5投票してるんですよ。で、3番さんは4番さん入れた人がロージックだって言ってて、多分3番さん目線、1の強靭が透けてるローに見えませんか？はい、今日私を釣ったら3ロー1強で多分負けますよ。はい、だから俺は釣りは飲みませんね。はい、これが理解できればいったら、あ、そう、まあしょうがない。まあいいや、負けてください。じゃあ3が多分ラストウルフ、1強靭で見てますね。はい、1か3で、もう俺は本当は1から行きたかったけど、村が3級とか言ってるんで、じゃあ3行ってください。以上です。1番のプレイヤーが発言します。いや、まあ、自分が結構5番さんのこと人外だと思ってて、最初投票したんですけど、やっぱり5番グッジョブ出てるっていうのもそうだし、まあ、5番が私に占い結果どう出すのかっていうのも、まあ、人外だったら見れる可能性もあったし、8の色を7に見てもらうっていうのもいいかなって思って、昨日はとりあえず8投票したんですね。それでまあ、霊能結果が人狼だったんで、私が間違えてたなったなっていうふうに今思って、まあ、それにしても9、3なんですけど、私はやっぱり9番さんかなって思ってて、昨日、あんだけすぐに8番釣りって言えるかなって私は思いました。9番さんに対して、あと3番さん、私別に黒く見えてなくて、 1日目の2週目とかも9番さんってなんか私にの殴りが不当だみたいな感じのこと言ってきたり、結構防御感があったのかなって今思ったら、そういう風に見えるんで9番さんかなって思って、私強靭じゃないんで、普通に4番さんが強靭だと思ってるし、5番が4のことを弾くっていうのはおかしいかなって今でも思ってるんですけど、その思考もなんかやっぱり9番さんが怪しいのか、私は強靭っぽい動きしてたら申し訳ないですけど、今のところは9番さんかなって思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい。一個だけ言えることがあって、3番さん強靭じゃないっすよ。うん。あるとしたら人狼だと思ってるよ。で、まあ、7と6がもう9でもうなんか、ロックしてるとこあるから、もう9せらざるを得ないよね。で、俺はラストウルフ1が 50%、9が 40%、9が25%、30%、3が 20% ぐらいで考えてますね。まあ、そのパーセンテージだけ残しておきます。まあ、1に関しては明らかに5の地紙を追ってるのは、おかしい。で、あと、5神入る時点で、8の相方っていうのは、割と自信がない人物っていうことが落ちると思うんで、そうなると1ってその人物に合致します。で、9番っていうのは占い値ではなかったですけど、まあ、6と7が9釣り落ちてることも、多分俺の把握もあるかもしれないけど、6がまあ、人狼が一番怖いのかなと。で、3番は明らかに、6番と敵対する位置だったんで、3だったら5神はまあ、あると思ってます。感じ。
3番のプレイヤーが発言します。はい、もちろん昨日から言ってるように、まあ、9と1なら9に行きますけど、9の方が狼っぽいと思ってるんで、ただで9で終わらなければもちろんあの1釣りをしますけど、俺いまだに7があんまり新っぽくないなと思ってるんやけど、7番さんの考察もそうやけど、パッションも薄。あの7番さんがそれでいいんじゃない、そんな発言すると思ってるけど、はい。まあでも7にはいかないですよ。9行って終わらなければ1を通用します。9は多分狼で間違いないと思いますけど、9番って俺に対して、違和感を覚えてるって昨日言ってたと思うんですけど、その違和感を思い出せないのに3が黒いっておかしいでしょ。じゃああなたは何も俺に対して思ってないってことでしょって思っちゃったけど、まあ1番さんの黒要素ね。別に何もない。何もないけど、何もないから1がローなんじゃないの ?9 で終わらなければ、と思ってるぐらい。6は強靭にしか見えんけどね、俺。うん。それだけ。まあ、9で終わるんじゃないですか、普通なら、と思ってます。はい、終わらなければ1を通用します。以上。全プレイヤーの発言が若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終盤村人陣営の勝利です。ですよね。おりますよね。まあ9だとは思ってたけど。びっくりした。一応1はないよ。5かわないから。せっかく2番炙り出したったのに占い神行くから。楽勝だったわ。1はね、噛まなきゃダメなんだよ。信じてないやつがどうして噛むんだよって話。だから1は、ね、まだあったんちゃう？ファッションすら必要ない。だから、2噛んで。次はもう読み込んでるから、読み込んでるから、だって2番さん完全にしましょう。俺たち4番目めちゃくちゃ透けてるから、